皆さんこんこにちはロンリーボーボスセッションケニー木村でございますえ今日もですね前回に引き続き TBS でやっておりましたそのテレビショッピングの番組で1年、えー、3ヶ月ぐらい日本全国いろんなところをこう回ったんですけどもその中の、えー、エピソードを一つご紹介したいというふうに思いますこれはですねまあどっかここっていう話ではないんですが ま、全体的なお話をちょっとすると、4人ディレクターがいるんですね。で、自分よりも全部先輩です。本当にその当時で、40代、50代ぐらいの大先輩が2人と、それから自分より少し上、5、5歳か6歳ぐらい上の先輩と4人で行くわけですけども、で、実際にロケが1ヶ月分この取材先っていうのがこう出てくるんですけども、1回、 要は出張というか旅に出たら、一週間は戻ってこれないわけですね。一週間分の素材を集めて、東京に戻ってきて、そこでまあ仮編集とか本編集とかをやって、二週間ぐらいかけてね。で、また、一週間なり、二週間旅に出るっていうのが、あの、それをこう、四人でローテーションをするっていうのが、まあまあ、番組のやり方だったんですね。で、ベテランの方々は、 もう、あったかいところというか、過酷じゃないところに行きたがるわけですよ。田舎の方は、移動が大変だったりとか、するので、比較的、都心部に近いような、その、取材先とかっていうのもある。で、東京からそんなに離れてないような取材先みたいなやつを、そのベテランの方々がもう最初に、俺ここ行くって、パパパっと取っちゃう。 で、次は、えぇ、ー、四五個上の先輩なんですけども、まあ、彼はですね、ちょっと自分にも気を使ってくれて、えー、じゃあ俺この辺行ってくるよ、って、こう、言ってくれたりするんですけども、結局ですよ、結果余ってるのは、まあまあ過酷な場所ですね。で、特に、えー、冬の北海道。これが、まあ私の担当だった。なので、北海道に、まあそのまま、例えば、 えー、なんだろうな、札幌ってのはほぼありえないんですよ。まあ、釧路とか、えー、帯広とか、まあ、もうちょっとこう、なんつうのかな、北の方だったり、えー、門別大津区空港ってのがあるんですけども、そういうところだったりとかですね。えー、そこで取材が一日、えー、終わったら次の日に移動して、また次の日かなかなんかに、えー、取材をする。で、今度はまた北海道なんで、 バス移動っていうのもあるんですけど、4時間ぐらいバス乗って、え、また別の、場所に行って、とかっていうのを、ま、1週間ぐらいの中でこう、組むわけです。え、1週間と言っても、あれですよ、丸っと7日間の話です。土日とかないですからね。なるべく帰りが、札幌だったり、函館だったりっていう、その、飛行機の便のいいところに、して、最初にちょっと過酷なとこから、いろいろこう、ルートも自分でこう考えなくちゃいけないんですけど、まあまあ、そんなような、ことをしてました。 だから、一びそのスケジュールが狂った時は大変。で特に冬の北海道ですから、もう、空港が閉鎖になっちゃうとかってのは当たり前なんですよね。飛んだけど、降りらんないから札幌戻るねとか、から近くのなんかちょっと違うところに降りちゃうねとかっていう感じです。でしかもですね、YS11 という、まあ今はもうあれなくなったのかな、こう、プロペラ機ですよ。日本で作った国産のプロペラ機。 うるせえんだあれがずーっとエンジンの音がものすごいうるさいまあそれにですね、まあ北海道内なので1時間も乗ってないんですけどもね、えーだい大体4 50分くらいでこう着いちゃうんですけど、降りらんないってなるわけです。で、降りらんなくて戻るのはいいけども、逆に取材が終わって今度は移動しようっていう時に、まあ待ってますよね。乗れるかどうかって待ってるんですけど、30分くらい前に、 やっぱり止めませんってなるわけです。そうすると、えー、YS だと100人もお客さんいないと思いますけども、あの、その人たちが全員ですよ、当然次の交通手段を,を選ぼうと思って、バスターミナルにドゥワーッとこう行くわけです。で、初期の頃は、そんなことは、なか、まあ知らなかったので、自分もですね、あれどうしようどうすりゃいいんだろうで、空港の人に、 あのー、例えばですけど、釧路にいて、えー、札幌に移動したいんですけど、どうしたらいいですかもうバスしかないですね。もう、そんなことをやりとりしてる間に、その勝手をしてる人たちはもうバスターミナルにもう行っちゃうので、バスターミナルに行ったら、もう一番早いやつはありません。2時間後に出発するやつしかありません。みたいなね。で、それで7時間ぐらいかな、かけて、 ずっとこう、南の方にね、移動するなんてこともありましたし、あとはもう JR もね、え、これも怪しいんですよ。雪で <laughs>。そんなようなことばっか。冬の北海道は。でもですね、夏の北海道っていうか、え、雪のない時の北海道はもう最高ですね。 で、時間がちょっとあった時に、あえて飛行機で移動せずに、7時間バスに乗ってみるっていうのもちょっとやってみました。そうするとですね、まあ景色、周りの景色は本当に牛ばっかり。どこもかしこも、もうずーっと牧場なんですよね。で、7時間も乗ってますからね。まあなんか雑誌かなんか読んで、ああ眠くなったなとかて一眠りして、パッと窓の外見ると、やっぱり牧場なんですよね。広がる景色は牧場。 で、また、うつらうつらして、パッと見ると、いや、また牛かよって、ほんとそんな感じです。で、よくわかんない、なんとかみたいな街で、一旦休憩、トイレ休憩、みたいなのがあって、で、そこで、あのー、食事とかをね、えー、食べたりなんかするんですけども、なんか、お弁当かなんかね、そのバスが、毎度毎度来るっていうことを狙って、えー、まあ、街のね、 なんとか商店の人たちがこう弁当とか売りに行くんですけど、それが安くてめちゃくちゃうまい。本当あれは良かったなと思いました。で、その番組自体はですよ、正直、まあ大した番組ではないけれども、やっぱ東京のね、TBS というキー局がやっていて、一旦日本全国に流れる番組なので、取材に来るってなると、街が大盛り上がり、 するんですよね。テレビが来るって。今だったらですよ、別に。テレビが来ようが何が来ようがもう関係ねえよっていう、ご時世でございますけれども。で、しかも、あのー、かなりの田舎なところなので、テレビ屋さんが来るって言って、街がもうすごい盛り上がるわけです。で、取材する先っていうのは、やっぱりなんとなく、えー、街の有力者的な人が多いんですよね。 一旦取材って結構そんなに長くかかんないんですよ。まあ5分番組で、えー、しかも実尺2分40秒とかそんなもんですから、ウニ だったら、そのどんな風にこう、ウニが取れてるのかって、その新鮮さを表すような取材が一個あって、それがどんな風に、えー、加工されてるのかって、その加工されてるところを美味しそうに加工されてるところを撮影をして、で、えー、一言こう、生産者の方に、えー、インタビューをもらう。 で、あとは、この街ってどんな街なんですかっていうことを軽く触れるのに、街全体がこう俯瞰して見れるような山の上の、えー、ところからこう、撮影をするとか。それから、まあその街のちょっとした特徴みたいなのがあれば、その特徴的なところを数カット撮る。その程度で済んじゃうので、実際の撮影時間とか取材時間は、えー、前後ひっくるめて4時間かななので、それぐらいで終わっちゃうわけですね。 で、割とですよ、あの、新鮮なものを撮影するっていうのが多かったりとか、それから、やっぱりどこでもですね、空気は朝の方が綺麗なので、あの、実験を撮るのも朝割と早めからスタートするんで、下手すゃ昼ぐらいに終わっちゃうんですよね。そうすると、その、社長さんとか、えー、町の有力者の方々が、ああ、じゃあ、 ぜひご飯でも食べていってくださいよ。ってお昼ご飯をこうご馳走してくれたりなんかするで。しかもですね、お土産もいっぱいくれるんですよ。取材をしたものそのものをいただくっていうこともあるし、それ全然関係ない、えぇ、ー、ケガに3杯とかね、そんなくれたりするわけですよ。北海道ですから。でもですね、私は、 えー、どん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 次の町、次の町に移動しなくちゃいけないんで、お土産が増えるとすごい、こう、最終的に大変になるんですね。で、まあ、例えば、ケガニ3枚とかだったら、実家に、え、送っちゃったりとか、いうことはしてましたけど、もうちょっとしたものは、もう次の町へ行ったら、その町の人にあげちゃう。<laughs> 取材先にあげちゃうとか。で、移動の仕方もいろいろあってですね、もうすべてがこう、スムーズに繋がってるわけでもない。 飛行機が常に飛んでるわけでもない。電車が常にあるわけでもないから。その日に夜、えー、取材した街に一泊して、朝移動するっていうこともあるし、まあ、便がなんかうまくつながれば、取材が終わったらもうすぐ、えー、移動するっていうこともできるんですけども、いずれにしても、こう移動したら、えー、その次の取材先のところにこう挨拶に行くわけです。明日よろしくお願いしますって言って。で、ある程度こう段取りを伝えて、 で、ええー、まあ夜になるわけですね。まあホテルを取って,てそうするとですね、どうですかちょっと今晩よろしかったら、あの、お食事しませんかってよく誘われるんですね。で、夜ご飯を、ええー、ごちそうになって、で、まあ一応いろんなお話、まあこっちもありながらいろんな話をさせてもらうと、2軒目行きましょうかって言うと、もうどんなに田舎な街でも必ず、 お姉さんの店があるんですよね。まあ、それがスナックだったり、今でいうこのキャバクラだったり、もうちょっとこう、ね、えー、風俗寄りだったり、いろんな子もあるわけです。で、そこに2軒目どうですかって言って、えー、まあ、ほんとちっちゃな町だったらスナック行って、で、そこにですね、大体その社長さんがですね、あの、知り合いの若い女の子を集めてるんですね。そのお店にすでにスタンバイさせてる。 で、それで、めちゃくちゃこう変な話ですけど接待されて、で、カラオケ歌って、で、ちょっとその、お姉ちゃんいじって、ありがとうございました、っていう、そういう感じがあったりするんですけれども、前の取材席からもらったものをですね、その場でこう配っちゃうっていう、そんなようなこともしてまして、なかなかいろんな意味で、え、あの1年3ヶ月は、すごい自分にとってもですね、いろんな場所に行けたっていうこともあったりとか、 えー、いろんな方といろんなこうコミュニケーションをとっていろんなことを知ったっていうものすごい、えー、面白い楽しい、えー、時期でございましたまたちょっとそんなお話をさせていただければというふうに思いますそれでは